カバーズも特に人間に近い VCN というグループになります。人間に近いのでちょっとね、植物の他に、お肉の仲間も食べたりするんですけれども、虫とかね、小さな生き物なんかも捕まえて食べたりします。で、住んでる地域によってちょっと食べる他にもですね、こんな感じの果物、リンゴ、オレンジ、バナナですね。これなんかも見ながら人参を食べてますのが、星のリズムというリズムですね。この音の中でリーダーをしてる星です。一番強いですね。で、今はですね、弟のリズムの方が強くなっちゃったので、リズムがリーダーになります。オスはですね、この2頭しかおりません。残りはメスです。はい、このオス2頭に囲まれているのはですね、ベビーというメスです。この動物園にいるチンパンジーの中で、一番、お年寄りのチンパンジー。今年ですね、52歳になります。チンパンジーですね、大体、寿命が40年から50年ぐらいと言われますので、ね、公園終わり、最近に。そしてですね、一番上におりますけれども、ゆら乗って、ゆらちゃん。一番上にいるのはですね、この中で一番若い、ゆずというメスです。ゆずはですね、今年で14歳なんですけれども、この14歳っていうのが、いっぱいで暮らしてたりするんですけれども、群れの中で、遊びながら、大人との関わり方であったり、仲間との関わり方であったり、特に、ゆずはメスですね。メスなので、大人のメスが子育てなんかをしているのを見ながら、自分も子育てをするときの勉強をします。こんな感じでですね、群れの中でいろんなことを勉強しながら行こうと思います。なので、ただ単に年を取ったから大人になれるわけではないですね。実はね、最近やっとおとなしくなってきたんですけれども、結構やんちゃです。はい、どんどん果物あげていってますけれども、今ですね、リンゴをあげましたけれども、大体果物は皮ごと食べますね。リンゴ、皮ごと食べますね。じゃあオレンジあげてみましょうか。ちょっと後ろの方を見てみますけども、何かありますか。さあオレンジはどうやって食べるでしょうか。見えますかね。オレンジはですね、中の方だけ食べてますね。あまりですね、皮は好きじゃないみたいで残すことが多いです。はい、じゃあ一番美味しいバナナが来ましたね。動物園ではですね、こんな感じで果物、リンゴとかバナナとかみたいな甘いものをいっぱい食べてますけれども、野生ではこんなに、味の濃い、美味しいものがないんです。なのでね、あんまり、こういった甘いものをいっぱいあげると はい、これでですね、用意した果物とおやつがなくなったんですけれども、今日はですね、まだこれがあります。これ何でしょう。牛乳ではないですね。これ人間用のミルク、赤ちゃん用の粉ミルクを溶いたものです。これもですね、お腹の調子を整える効果がありますので、普段からあげてるんですけれども、今日はですね、ただ単にこうやって飲ませるんじゃなくて別の方法であげようと思います。あっちのガラスの方にですね、ちょっと岩みたいなのがついてますけれども、あれがですね、アリ塚の模型です。アリ塚っていうと、シロアリの、
はい、今ですね、アリスタの方に釣りで釣ってます。なので、ただ単純にね、道具を使うだけじゃなくて、こんな感じで水を釣るような釣りこともできて、とても賢い道具です。俺、課題できるか。ヨギさん、ヨギなので今多少あげましたけれども、残り果物とかはもう絶対ケンタが全部取っちゃうので、後で後ろからあげようと。おお。こっちこっち。おお。あれ、元気降りて。あ、落ちるかも。あ、すごい。キャッチ。キャッチ。いっぱい食べてるね。おお、元気、登らないで。はい。あ、ごめん。キャッチ。キャッチ。さっきからですね、あの岩の上で全然降りてこないのは、メスのエミーと言いまして、下にいる2頭がオスです。で、今、はい、手前の方にいるのがキンという様子で、後ろの方、今行けるのが元気という様子ですね。こちらの3頭は人工保育という人間の手で育てられた個体です。なのでちょっと他の群れに入れないんですけれども、チンパンジーはどうしても力が強い子が優位なので、体が大きい強いオスの方が優位になっちゃうんですね。なので餌の時間とかもオスがいっぱい食べちゃうことが多いんですけれども、エミーはですね、あの上にいて手を出してこっちに横で、はい、あの長い、なのであそこからこの時間は降りてこないですね。で、だいたい投げてる最中に人参、芋っていうのは見極めてるので、人参の時はそんなに積極的に取ろうとしないです。
Thank you.
見てから食べる。すごい。何かあったのに、なんでピアノ。